子はお前についてるの。だからお前が都についてくるのは当然なの。黙って都についてくるな。してる場合じゃないの。ほら、都に会ったらプリンをよこすの。プリン、プリン。え、これからバイトだからプリンもお金も時間もないの？まあ、お前はそういうのばっかりなの。使えないやつなの。ブー。お困りのようだね、お嬢ちゃん。ん？誰なの？お前らなんて知らないの。そうツンツンしないでくれよ。怪しいもんじゃない。俺たちはしがない行商人さ。物の売り買いをしながら大陸中を旅してるんだ。もちろん食べ物についても扱っててよ。それでちょうど珍しいプリンを仕入れてきたところでな、お嬢ちゃんの声を聞いてこうして売り込みに来たってわけだ。ミヤコ、セールスはお断りなの？間に合ってるの？まったく。で、ちょっと待つの。お前プリンって言ったの？おうよ、東国由来の材料と製法で作られたプリンでな。その名も極楽プリン。極楽プリン？聞いたことない名前なの。ここらじゃ作ってる店もないからね。俺たちも食べてみて驚いたよ。あの深い緑色、とろけるような甘さと苦味。名前の通り、一口食べたら極楽気分ってなもんさ。極楽気分、とっても美味しそうなの。みやこも食べたいな。今すぐよこすな。へへ、そう来なくっちゃな。ちらお嬢ちゃん、プリンは俺たちの拠点にある。ついてきなよ。わかったな。プーリン、プーリン、極楽プーリン。知らないやつらだけど、プリンをくれることは知ってるな。それだけで十分なの。ダメダメなのはプリンをよこさないお前の方なの。まあそういうわけだ。諦めな、お兄ちゃん。心配するな。なの、みやこがちゃんとお前の分まで食べてやるな。それくらいにしておきな。しつこいやつは嫌われるぜ。さあさあお嬢ちゃん、プリンがお待ちかねだよ。着いたぜ、お嬢ちゃん。ほら、入った入った。入るな。変なところなの。こんなところにプリンがあるの？嘘だったらただじゃ置かないの。嘘じゃないさ。ほら、向こうの檻じゃなかった箱の中を見てごらん。
向こうの大きくて変な箱の中なの？じー、何かがいっぱい置いてあるの。あの形はプリンの容器なの。あれが全部プリンなの？お店みたいに山積みなの。愛なの。おい、鉄格子をすり抜けていったぞ。幽霊ってのは本当だったんだな。いや、疑って悪かった。まあ、与太話だと思うのはわかるさ。初めて奴が壁をすり抜けているところを見たときは、俺も腰を抜かすほど驚いたもんだ。だが、実際に見てわかっただろ？こいつを捕まえれば、いい商品になるってな。まったくだ。あの力がありゃ、どんな悪事もし放題。透けちまったら、厳重な警備も腕っこきの用心棒も意味がねえ。半信半疑だったが、お前の話に乗って正解だったぜ。へさて、そろそろ次の一手を打っておくか。今になって逃げ出されても困る。もぐもぐ、このプリンは甘いような苦いような、そんなに苦くないような、いつものプリンとは違う美味しさなの。きっとこれが味の深みってやつなの。あむあむ。気に入ってもらえたみたいだね、お嬢ちゃん。ペタペタっと。気に入ったな。お前ら知らないけどいい奴らなの。ん？何を貼ってるの？お札だよ。こいつも東国由来の代物でね、魔物だのお化けだの幽霊だのに効く魔道具みたいなもんさ。こうやって貼れば結界とかいうので中から出られなくなる。結構な出費だったんだぜ、幽霊娘さんよ。みやこ、なんだか嫌な感じがしてきたの。プリンも食べたし、もう帰るの。う、痛いの。おでこぶつけちゃったの。本当に出られなくなってるの。ガッハッハ。だからそう言っただろうが。お前ら、ムキあったまきたの。ミヤコ怒ったの。怒っちゃったの。まあまあ落ち着いてくれよ。俺たちはただビジネスの話をしたいだけなんだ。もちろんお嬢ちゃんにとっても悪い話じゃないさ。何せほんのちょっと簡単なバイトをするだけでどんなプリンも食べ放題なんだからね。どんなプリンもなの？詳しく聞かせろなの。ああ、世界中のプリンをいつでもいくらでも好きなだけ。おまけにバイトの内容だってお嬢ちゃんなら余裕なことばかりさ。どうだい？悪いどころか美味しい話だろ。働くのはめんどくさいの、すっごくめんどくさいの。でもプリン食べ放題は魅力なの、すっごくすっごく魅力なの。極楽プリンの山なんて目じゃないぜ。毎日毎日プリンの海で溺れちまうくらいさ。プリンの海とってもいい響きなの。その海は都にこそふさわしいの。バイトの内容だって心配することは何もないよ。お嬢ちゃんの力を使えばね。うんうん、わかったの。都、そのバイトやってやるの。お嬢ちゃんならそう言ってくれると思っていたよ。じゃあ交渉整理。
ここにいるの？さっきのガキついてきてやがったのか。ち、早速ブローカーに連絡しようと思ったのによ。お前何を言ってるの？ミヤコはバイトをするだけなの。盗み聞きとは感心しないな、お兄ちゃん。それにね、お嬢ちゃんとの交渉は成立してるんだよ。ちょっとバイトするだけでプリンは好きなだけ食べられるな。その邪魔をするならお前でも許せないの。だとよ、お兄ちゃん。お前なんかと付き合ってる暇はねえってさ。あ、そうなの。どうせだったらお前も一緒にバイトするといいな。それでお前の分のプリンも都によこすな。プリンの海が二つになるの。そいつは無理だよ。俺たちが欲しい商品はお嬢ちゃんだけだからね。そっちのガキに用はないんだ。今日でお別れだよ。ん？ミヤコとあいつはお別れなんかしないの。わけわかんないこと言うな。なの、まだ状況がよくわかっていないみたいだね。まあいいか。ふん、そうはいくかってんだよ。あんまり手荒にするなよ。下手に動かれて怪我をされても迷惑だ。こんなガキでも少しは値段がつくだろうしな。わかってるって。口封じのついでに小遣い稼ぎもできるんだ。無駄にするほどバカじゃねえさ。こいつら、ミヤコのことを無視してるの？くぬぬ、ムカつくな。よく考えたら、こんなところに閉じ込められてるのもムカつくな。それにあいつにもひどいことして。あ、もしかしてこいつら悪いやつなの？だったら話は早いな。なんだ、一体何を。お札が全部燃えてやがる。あれだけ用意したのに閉じ込めきれなかったのか。くそ、とんだ悪霊じゃねえか。お前ら、うわっ、出てきた。よくも都を騙してくれたの。それにこいつにもひどいことして。なんだかとってもムカつくの。本当に本当にムカつくの。ムカついちゃってどうしようもないの。お前、都と一緒に戦うの。こいつらをコテンパンにしてやるの。お助け。お外で食べる極楽プリンは格別なの。しっかり運ぶの。お前が持ってる極楽プリンの山は都のものなの。迷惑用ってやつなの。正当なる権利なの。ま、でもお前も頑張った気がするの。しょうがないの。後でちょっとだけ分けてやってもいいの。都の優しさに感謝するといいの。
わかればよろしいだな。わかったなら、お礼にプリンをよこすな。もちろん、極楽プリンとは別のプリンを用意するな。だったらバイトでもして稼いでくるの。あれ、そういえばお前、今日のバイトはどうしたの？遅刻したらその分バイト代が減らされちゃうかもしれないの。ほら、早くバイトに行くの。みやこは優しいからついて行ってあげるな。そうなのそうなの、みやこはとっても優しいの。お前がひどいことされた時にムカついたのもみやこが優しいからなの。多分そうだな。しょうがないやつなの。みやこがついてなかったらどうなるかわからないの。こんなんじゃ成仏なんてできないの。感謝するな。しておけばよかったの。バイトしてたら今頃プリンの海をスイスイしてるの。もったいないことしちゃったの。はあ、もうあの時のミヤコは何を考えてたの。今のミヤコが叱ってやるの。こらーなの。はあ、ちょっとすっきりしたの。すっきりしたついでに思い出したの。みやこはムカついてたからバイトをしたくなくなったの。すり抜けもできなくなってたし、あとあいつもひどいことされてたし、それでなんだか頭がカーッとなっちゃったの。どうしてそんな気持ちになったの？やっぱりみやこが優しいからなの？まあいいの。とにかくあいつのせいなの。あいつには、みやこにプリンを用意する責任があるの。一つとか二つじゃ足りないの。バイトで食べられたくらいの量を、ずっとずっとずーっと、みやこによこさないと許さないの。そのためには、ん？やったー！ケーキ！ケーキ！何にしよっかな。自分のだけ選んじゃダメよ。神様にお供えする分もちゃんと選ぶこと。ママとの約束ね。はーい。これなの。この方法なら絶対に。やっと見つけたの。そんなことどうでもいいの。
ミヤコ、お前に今すぐ言わなくちゃいけないことがあるの。だから大急ぎで飛んできたの。落ち着いて聞くの。実はミヤコ、今日成仏しちゃうの。驚いて声も出ないの？うんうん、お前の気持ちはわかるの。ミヤコもびっくりしたの。今でもびっくりなの。ついさっき頭の中に神様の声が聞こえたの。コホン、ミヤコや、もうすぐ成仏じゃよって。そうなの、だんだん消えてくタイプの成仏じゃないの。時間が来たらパッと成仏するタイプなの。とにかくそういうことなの。だから成仏する前に会いに来たの。けなげな都なの。シクシク。わかるの。ミヤコも同じ気持ちなの。だから、これから言う、ミヤコの最後のお願いを聞いてほしいの。明日から毎日、プリンをお供えするの。一日につき、100個は欲しいの。そうすれば、ミヤコは穏やかに天国で暮らせるの。これが最後のお願いなの。ミヤコの遺言なの。お前なら守ってくれるって信じてるの。バイバイなの。ふふん、うまくいったの。これで毎日プリンが食べられるの。ミヤコ名女優なの。ミヤコ、お供えは毎日するものって知ってるの。だから、これで一生プリンに困らないの。死んじゃってるけど、一生なの。あとは、あいつがお供えしてくれるのを待つだけなの。それでお供えしてもらったら、あいつと一緒に食べるの。完璧な計画なの。あれ、ちょっと待つの。あいつと一緒？それってよく考えたら、無理、なの？ミヤコが成仏したら、あいつとはもう会えないの。じゃあ嘘でも成仏してる間は、あいつと会ったらダメってことなの？大変なの。そういえばそうなの。成仏するってそういうことなの。ちょっと会えないのとは別物だったの。幽霊生活が長かったから、成仏の意味をすっかり忘れてたの。あいつとずっと離れてるなんて、嫌なの。なんだか前よりずっと、嫌な気持ちなの。いつ成仏しても大丈夫なつもりだったのに、こんな気持ちおかしいの。おかしいの。ん？今向こうを走っていったの、あいつ、なの？探してるの？すっごく一生懸命なの。すっごくミヤコのことを探してくれてるの。ミヤコが嘘ついたせいなのに。これはもう冗談にできない雰囲気なの。出て行きにくくなっちゃったの。でも、なんだか。
顔するな、なの。そんなに悲しそうな顔されたら、みやこも悲しくなっちゃうの。お揃いの気持ち。だったら、もう隠れてるのはダメなの。おーい！裏飯屋なの！そうなの。みやこはみやこなの。お前が会いたがってたみやこなの。お前があんまり会いたがるから、成仏するのはやめてやったな。ううん、違うの。成仏するっていうのは嘘なの。みやこはずっとお前と一緒にいるの。嘘ついてごめんなさい、なの。お前、もう、にやけすぎなの。デレってして、変な顔なの。え、みやこもにやけてるの？そんなことないの。触って確かめてやるの。さわさわ。あ、ほっぺがふにふにしてる気がするの。これは気のせいなの。お前も嘘つきなの。嘘ついた罰として、プリンを持ってくるの。プリンを持ってこないと、今度こそ成仏してやるの。今度は本当なの。気づいちゃったの。みやこ、実はすっごい優しい幽霊だったの。みやこみたいな幽霊を天使って言うの。違うの？
遠くまでしてるのに起きないの？鈍感なやつなの。ん？なになに、なの？ごめんね、なの？そんなことはどうでもいいの。口を動かしてる暇があったらとっとと起きるの。それから都にプリンをよこすの。こんなに言ってるのにまた寝ちゃうの？本当に泣いてもいいの？みやこだって頑張れば泣けるの。ん？お前の顔そんなに赤かったの？あと声もおかしかった気がするの。あ、お前もしかして病気なの？多分？なの。じゃあ、今日はもう動けないの？だったらすぐに言うの。お出かけできないお前に用はないの。ああ、いっぱい声出して損しちゃったの。バイバイなの。してる気がするの。わざとらしいくらい暑そうなの。これ本当なの？ちょっとおでこ触ってみるの。ぴゃっ、あ、暑いの。はあ、危なかったの。やけどしちゃうところだったの。こいつ、幽霊には熱すぎるの。本当に大丈夫なの？死んじゃったりしないの？もし死んじゃったら、美代子との幽霊生活が始まるの。それは楽しそうだけど、そうなったらプリンを買ってもらえなくなるの。難しいの。悩むの。しょうがないやつなの。薬の箱、薬の箱。あ、見つけたの。うん、中身もちゃんと入ってるの。包帯とか、何かに効く薬とか、何かに効く薬とか、あとは、これだけあれば、どれかが効くな。他には、そうなの、タオル。水でぐっしょり濡らしたタオルなの。持てるだけ持って行ってやるな。待たせたの。みやこに任せておけばバッチリなの。やったことないけど楽勝なの。みやこに看病してもらえるなんて、お前は本当に幸せなやつなの。これで元気にならなかったらバチが当たるな。むしろみやこが当ててやるな。よーし、早速看病開始なの。まずは何をすればいいの？まあなるようになるの。看病で大切なのはみやこの気持ちなの。いきなり大切なことがわかるなんて、やっぱりみやこは看病の達人かもしれないな。バランスが崩れちゃうの。いったったった。ん？こいつなんでびしょびしょになってるの？お水が入ってた桶までかぶって。あ、
そういうことなの？まったく、そんなところに寝てるのなの。あ、でもラッキーなの。こいつは暑かったからちょうどいいの。きっとこれで涼しくなるな。なんだかブルブルしてる気がするの。もしかして今度は寒いの？そういえば寒いと風邪をひいちゃうの。あれ、最初から風邪をひいてる時はどうなるの？これは難しい問題なの。哲学なの。とりあえずブルブルがすごいから着替えさせてやるの。ほら、万歳するの。万歳。わあ、パジャマが。元からこういうデザインだったの。うん、全然破れてなんかないの。うん、いつもと同じくらいの顔色になってるの。多分これで大丈夫なの。ふぅ、なかなかの達成感なの。それにしてもこいつぐっすりなの。人の気も知らないでやれやれなの。お前、おはよう。生きててよかったな。死んじゃってもそれはそれでよかったけど、生きてたら生きてたでよかったな。結果オーライなの。ふんふんふん、都にかかればこれくらいちょちょいのちょいなの。そういうわけだから、お前が起きられたのは都のおかげなの。そこのところよーく覚えておくな。ふん、それでいいの。え、顔が赤い？お前が言うのなの。そんなことよりお礼のプリンをさっさとよこすの。ほんとあんたも幸せ者よね。あんなに可愛い女の子に看病してもらえるなんて。しかもお相手はみやこちゃんよ。何よりもプリンのことを考えてるあの子が一生懸命あんたのことを助けようとしたの。これってちょっと、ううん、かなり特別な感じがしない？あんたと過ごしてきた時間にはそれだけの影響力があったってことなのよ、みやこちゃんにとってはね。照れない照れない。照れ隠しの態度なんて大体ろくな結果にならないんだし、ここは素直に受け取っておきなさい。みやこちゃんのこと大切にしてあげなさいよ。人間と幽霊、たとえ住む世界が違っても絆は生まれるものなんだから、心や気持ちに生きてるも死んでるもないわ。それを忘れないで。でも今日の夢はなんだか大変だったの。慣れないことばっかりしてた気がするの。お前も同じ夢を見てたの？ふん、だったらお前がやることは決まってるな。助けられた分お礼のプリンを増量するな。さっさとよこすな。
プリンはすっごくすっごく大事なの。もしも世界からなくなったら、ミヤコ泣いちゃうの。それくらい大事で、ずっと食べてたいの。あと、お前もいなくなったら困るの。お前がいないと、あんまりプリンも美味しくないの。気のせいじゃないの。ミヤコはいつでも正しいの。お前は、これからもずっとミヤコのそばにいるの。そうしたらミヤコとお前は、ずっと幸せなの。ミヤコのことを信じるの。信じる者は救ってやるの。中のプリンは片っ端から食べ尽くしてやるな。最初はそこのお店なの。その次は向こうの角にあるお店で、とにかく全部のお店を回るな。遅いの。ミヤコが行きたいお店はまだまだあるの。頑張るの。本当だったらミヤコはすぐにでも食べたいの。でもお前と一緒に食べたいから我慢してるの。だからその重さはミヤコの我慢の重さなの。よーく味わうといいの。ん？ふんふん。あっちからなんだか美味しそうな匂いがするな。何かな何かな。ヘヘヘ、相変わらず仲がよろしいこった。久しぶりだな、幽霊娘の腰巾着よ。俺たちのこと忘れたとは言わせないぜ。覚えててくれたみたいだな。それなら話が早い。あの時は世話になったね。おかげさまでこっちは大赤字さ。だからどうしてもお兄ちゃんにはそのお礼がしたくてね。あれ、迷子なの？都から離れるなんて信じられないの。世話のかかるやつなの。おーい、どこなの？トイレなの？ほら入れ。檻の中でじっとしてろ。お兄ちゃんが持ってた荷物は預かってあげよう。妙なものを持ち込まれたらたまったもんじゃない。そういうわけにはいかないな。お兄ちゃんは餌だからね。この前の件でよくわかったんだ。あのお嬢ちゃんはお兄ちゃんにご執心らしい。つまりあんたがいれば勝手にあの子もついてくるってことさ。なに、別に痛い目を見せようってわけじゃねえ。今だって怪我の一つもさせてねえだろ。お兄ちゃんはそこにいてくれりゃいいんだよ。で、お嬢ちゃんと一緒に売れてくれればいい。抱き合わせ販売ってやつだよ。当たり前だ。むしろ痛い目を見せられた分、何が何でも売っ払いたくなったぜ。今日のためにお札も新しく用意した。
この前のよりも強力なやつさ。痛い出費だったが、まあその分は上乗せして出品させてもらうよ。さて、あとはお嬢ちゃんが来るのを待つだけだが、気づくかね。追ってこられるようにそれとなく情報も流してる。問題ないさ。だったらいいがな。つうか、お兄ちゃんが持ってた荷物は何だったんだ？ああ、プリンだよ。全部プリン。よし、小腹も空いたし、食っちまおうぜ。この間の仕返しも兼ねてよ。そうだな。これくらいの嫌がらせはさせてもらうか。お兄ちゃんさえいれば、お嬢ちゃんもおとなしくなるだろう。へへへ、そうこなくっちゃ。どれにするかなっと。嫌なこった。おお、これはうまいな。いくらでも食えそうだ。食った食った、ごちそうさん。気のせいか、急に冷え込んできたような。言われてみれば、妙に肌寒いな。外はあんなに晴れてたのに。ブルルルル、今度は明かりが。お嬢ちゃんが来たみたいだな。よし、離れるなよ。しっかりお札を持って。え？おい、真っ暗だぞ。なんだ、驚かせやがって。いないいない。バーナヌ。で、出たー。お前らどこかで見たような気がするな。そういえばここも初めて来た気がしないの。あ、お前そこにいたの？そんなところで遊んでる場合じゃないの。お前がいないせいでプリンが全然買えなかったの。さっさとそこから出て都にプリンをよこすな。で、あれ、お前なんで都のプリンを持ってないの？いっぱいあったはずなの。食べられたの？お前何を言ってるの？悪いな、お嬢ちゃん。プリンは俺たちが美味しくいただいたぜ。この間痛めつけてくれた埋め合わせってところかな。これで貸し借りなしにしておいてくれよ。お前何を言ってるの？まあ腹が立つのはわかるさ。しかし俺たちだって、都のプリンを食べたの？勝手に？お前らが？おいおい、待ちなよ、お嬢ちゃん。ちょっといたずらをしただけじゃ。プリンはいたずらの道具じゃないの。とにかくだ、話し合おうじゃないか。プリンはなくなったけど、ほら、お兄ちゃんは無事だよ。怪我一つしてない。それがどうしたの？どうなってんだ、様子がおかしいぞ。前はもっとこうやかましくなかったか？これもプリンのせいか？慌てるなって。何せこっちには人質がいる。お嬢ちゃん、まずは落ち着いてくれ。それから俺たちの話を聞いてほしい。檻の中にいるお兄ちゃんがどうなってもいいのかい？お前
かなの？いいわけないの。そうだろう。だったら話を。でも都のプリンを食べるのもいいわけないの。あ、うん、だからね、それはこの間のことが。うるさいの。どんだけ話にならねえんだよ。クソ、下手に出てりゃつきあがりやがって。お兄ちゃんよりもプリンの方が大事だってのか。プリンは都のものなの。あいつも都のものなの。どっちも都だけのものなの。だから、だから、手を出した奴は許さないの！この感じ、お前なの？お前よく言ったな。もっともっと力をよこせな。お前の力は都の力。全力全開でやっつけてやるな。ふう、お前ら覚悟するの？都のものに手を出したことを後悔させてやるな。俺たちが間違ってたんだ。こんなわがままな幽霊が人の話を聞くわけなかったんだよ。うろたえるんじゃねえ。こうなったらお札をばらまいて。あちゃ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 、だってお札が燃えるんだよ。うんうんうん、たまりにたまった都の恨み、思い知るな。恨み、腹さで、置くべきか、なの。まったく大変だったの。都すっごく骨が折れちゃったの。幽霊にだって骨はあるの。多分プリンも全部食べられちゃったし。もうそれもこれもお前が捕まるからいけないの。次からはもっと気をつけるの。まあしょうがないの。プリンは買い直せばいいの。お前は他にいないから取り返せてよかったの。あとはありがとうなの。なんでもないの。都何にも言ってないの。気にするのなの。そんなことよりお前は都にもっとくっつくの。もしまたいなくなったら呪ってやるな。